はい、皆さんこんにちは、斉藤明です。おかげさまで昨日誕生日を迎えることができました。それでですね、今日一日遅れではありますが、リスナーの方からプレゼントいただきました。はい、こういう風に斉藤明様ってことで、早速プレゼント開封していきたいなと思います。まずは、ボン。袋に入っ、袋詰めになっているね。函館って書いてますね。でも函館って、何だったかな。ちょっと開けてみましょう、函館。お酒じゃないよ。お酒じゃないですね。で、って言ったら、と思っていたら、ドン。カツフグのこと。そして、ハマチ類の酒カスでございます。ね、フグ、カツフグの子。フグの子といえばね、これ石川県の名物でございます。そして、この、ハマチ類の酒カス。ね、ハマチドリのカス汁とか甘くだけに、まだまだ寒いんでね、こう、カス汁とか、食べたいなって言ってます。まあ、ハマチドリはね、まあ、釜石シーウェーブスのね、カップ酒とか、あと、4号瓶もね、買って飲んだこともありますけどもね、2010年かな?震災の前の年です。酒蔵見学したことあります。はい。なんか紙も入ってましたね。はい。じゃん。酒粕の簡単ご利用法ってことでね、いろいろ酒粕レシピ。はい。続きまして、こうね、この網に入っている、ドン!霊人松茸酒。蓼科自由農園って書いてますので、蓼科、長野県です。長野県諏訪市。ちゃんと下に松茸がね、入っておりまして。松茸の味、美味しそうな気がするんですけども、松茸酒といえばね、岩手県でも、岩泉町のね、千金男山、千金酒造、龍泉八重桜ですね。あそこが、松茸の酒、森の宝っていうやつを売ってるんですよ。そちらもね、ぜひ試してみたいなと思います。そして、最後ですね。わ、すっごい。わ、すっげえ。こう、飾りをつけて、ドド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 ン。日英金斎。というね、加賀金箔入り。これも石川県のお酒ですね、日英さん。これ、金沢市って言いますか。まあ、現在は、その工場は、野々市の方にあるみたいなんですけどもね、日英。何度か飲んだことあります、日英さんも。うん、いや金箔入りってことでね、これも飲んでみたいなと思います。で、最後。メッセージカード。ね。はい、こんなのいただいてますが、クリスマスケーキみたいな感じなんです。バースデーケーキを三段重ねですね。じゃあ、もう、ポップアップ、いきます!ドーン!
ハッピーバースデーってことで。はい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 。本当にね、リスナーの方、ね、プレゼントわざわざ、ね、こっちまでお届けいただきありがとうございます。ね。まあ今年1年また頑張ります。ねえ、ほんと。皆さんもね。まあほんと、この後、まあ酒飲みしようかなって思ってます。それでは、今日はこの辺で、斉藤明でした。